セレナ XB マルチベッド、バックドアに網戸をつけます。アマゾンで2820円で買いました。自動車専用バックドアの網戸です。クリップ8個が付属しています。ファスナーが付いている方を下にして、網戸の上の真ん中をクリップで仮止めします。左右の粘着テープを剥がして、ドアアーム部分に挟み込みます。後で調節できますから適当で構いません。ゴムパッキンに挟み込んでいきます。今挟み込んでいるバックドア上部が最も肝心な部分で、他の両サイドは少々外れていても機能的に問題ありません。後で微調整します。網戸下部のファスナーを開けて2分割して、マルチベッドを支えるステーに巻きつけて固定します。右の方も適当に巻いて紐で縛っておきます。収納してあるマルチペットを挟み込むような形にすると、張りが出てきれいになります。クリップを外し、バックドアを閉めてみます。バックドアの上側だけを上げてみます。
いい感じの網戸になりました。ファスナーを開けます。こんな感じです。純正のカーテンにもよく似合います。普段は閉めておきます。アミドが運転に邪魔しないかルームミラーを確認します。視界の妨げにはならないようです。インテリジェントルームミラーを使うとバックモニターの画像が映るので全く問題がありません。これからの季節、網戸をつけたまま運転します。